ちょっと贅沢なお寿司を食べるならお店で、それともお家で。今夜の晩飯を見てじっくり悩んでください。さあ、今回の晩飯はお寿司。お持ち帰り専門店とお店で味わうもの2つご紹介します。まずはお家で楽しむお寿司、こちら宮崎市河原町にあります特上うなり寿司。そう、いなりとうなぎをドッキングさせたんです。うなぎといなりがドッキング、そんな珍しい商品がこちら。うなぎの握りを揚げて包んだ特上うなり寿司。さあ、このうなり寿司を考案した荒川さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そもそもなんでこのいなりとうなぎをドッキングさせようと思ったんですか？はい、ちょうど今年で職人になって30年になるんですけれど。30年。はい、でずっと何か一つ宮崎に残る商品を作りたいな、作りたいなと思ってまして、考えてるうちに夢に出てきたんですね。このうなり寿司が本当に夢にポンってこれが出てきました。ポンってこれが出てきたんですか？それまで別にうなぎ専門じゃなかったんですね。全くうなぎは専門じゃないです。18歳の頃から料理人として30年にわたって腕を磨いてきたご主人、その集大成がうなり寿司でした。うなり寿司、まずはこのうなぎが顔を覗かせている半分いただきます。本当にうなぎがふんわり柔らかい、そして山椒がいいアクセントになってますね。あ、おいしい。めっちゃ笑い声が聞こえますね。あっちの方からちょっとほら爆笑してますよ。こう荒川たちが爆笑してますよ。ちびかわで、ちびかわ、ちびかわたちが。本当にこの冷めてもふわふわな柔らかさ、どうやって出してるんですか？本当は秘密なんですけれど、はい、うなぎを煮込んでます。まあ、大体3時間弱火で。あー、これですか。はい、これが今煮込んでいる状態。そうですね、白焼きにしたうなぎをこうやってとろ火で煮込んでいる状態です。ちょっとふつふつしてますけど、これが もっとこう、あ、もうこれ以上たぎっちゃうと、ふとしたらもううなぎが全部バラバラになってしまいますので、もう弱火でとろとろと。何もしてないのにバラバラになっちゃう。はい、なりますね、ふとさせたら。ということはそのぐらい柔らかいってことですか、今この状態。柔らかいです、こういう状態です。おお、お箸で簡単に、簡単にもこういう切れる状態ですね。うわ、持てないです、ちぎれてしまいます。ああ、なるほど。あ、ちょっとずつこう、はい、切れてきてますね。はい、おお、ふわふわっていうか、もうとろける感じですね。とろですね、とろっとろ、本当に、はい、柔らかい。でも逆にこれ柔らかすぎるんじゃないですか？これを、まあ、一度冷まして、はい、まあ、2時間ぐらい置くんですよね。ほうほうほう。そこからちょっとおか揚げして、はい、うなぎの水分を取りまして、そこからの工程は六花さんでも言えません。企業秘密。はい、ところで六花さん、何か忘れていませんか？もう半分、このね、いなりの部分が残ってました。ここは食べないといけないですよ。では、いただきます。うん、こっちはわさびが効いてて、こう爽やかに全体の味をこう締めてくれる感じで、これもうまい。なんかこう、一つで二つの味が楽しめる感じですね。ちょっと味のアクセントをつけようと思いまして、うんうんうん、うなぎの方に山椒で、揚げが巻いてる方にわさびをつけてみました。で、揚げの方にも味付けをしっかりしてる、はい、味付けをしてます、うん、うなぎを炊いた出汁で、はい、うなぎを取り出した後、今度は一度油抜きした揚げをその出汁で炊いてます。あ、なるほど、はい、この揚げにもしっかりこう、だから味がついてるんですね。味がついてます。いや、本当美味しい。めっちゃ笑ってる。あ、
前たち笑こっちまで笑うじゃんマジでこっちまで笑うってあんたもいやいや可愛くていい、うん、いやでも2月にこちらオープンされて、はい、でもすぐ新型コロナウイルスの影響がこう広がっていったじゃないですか、はい、もう大変だったじゃないですかと4月5月6月と大変でしたね、うん まあ、お土産という形で作ったものですから、まあ、人に会えない人に接触できないということで本当大変な思いしました。やっていけないかもみたいな。いやもう次の月かその次の月にも締めないといけないかなと、やばいなと。まあでもその中でも買いに来てくれた方がいらっしゃって、はい、まあ、そしてまた美味しかったと、でリピーターで何回か買いに来てくれる中で、まあ、口コミとかそういうのをしてもらいまして、まあ、なんとかやっていこうかなと。これからねうなぎ登りにやっていきたいお店だと思うんで、はい、これから目指すところを教えてください。本当30年職人やってきまして、うん、いろんな方の助けと本当そういう形で未だに職人をやらせてもらってます。それの恩返しじゃないですけれどこの商品で本当みんなが喜んでもらえればなと思います。いや30年の集大成でぜひ多くの人たちをうまいとね、はい、うならせていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。お父さんのうなぎ寿司買いに来てください。さあ続いてはお店で味わう絶品お寿司ということで宮崎市昭和町にあります名店一心寿司紅葉にやってまいりました。ここで宮崎県民が安心して美味しく食べられる限定メニューをご紹介しましょう。創業およそ50年有名グルメサイトのランキングでは10年連続で宮崎のトップを走り続け県外のお客さんにも圧倒的な人気を誇る言わずと知れた名店。そんな一心寿司紅葉が今回新たに作ったメニューがこちら。宮崎県民限定おまかせ日向。さあ日向の料理をずらっとこう並べていただきました。いやー料理長豪華ですね。ありがとうございます。これかなりやっぱり気合を入れて。そうですね、うん、やっぱり夏の、まあ、宮崎の食材中心に、まあ、スタミナも出るコロナに負けるなということもありまして、そもそもこの日向っていうこのコース、はいはい、どういうコースになってるんですか。宮崎にお住まい の、はい、宮崎県民の皆様が個室で食べていただく新メニューとして考案させていただきました。これでも結構豪華で、はい、1万円でも安いんじゃないかなっていう。そうですね、晴れの日に皆様が気軽に来ていただけるようなものをどうしても作りたいなっていうところから、宮崎県民に喜んで食べてもらいたいということですね。わかりました。見た目にも華やかなメニューが並ぶ中、六花が注目したのは小林さんスイートコーンのすり流し。あで乗ってるのが佐賀県産の唐津赤ウニ、はい、ウニ、はい、いただきます。あ甘いスイートコーンが甘い、そしてその中からこうウニが主張してきますね。そうですね、やっぱり料理長としてはその素材をこういかに引き出すかみたいなところも考えながら。そうですね、まあ、素材自体のポテンシャルはすごく高いんですけど、うん、はい、その奥に秘めてる旨味っていうのを、はい、どこまで出せるかっていう。かっこいいさあ続いてはこれ料理長お作りですよね、はい、そうです。何のお魚なんでしょうか。これはもう宮崎の夏を代表する、はい、アラですね、ごまアラ。この岩塩にまずヘベスをそうですこうかけて、そうです、たっぷりかけて、はい、垂らして、でもう塩が溶けてきてるんで、はい、でこれでもしゃぶしゃぶする感じですよね。あ、はい、こうスッスッとこうつけて、はい、さらにわさびのせて、はい、わあすごいな、こんな食べ方初めてするな。うん、塩がこうなんか
魚の旨味をこう引き立ててくれるような感じですね。そうですね、やっぱ冬場と比べて油もすごくやっぱ夏の魚って繊細で綺麗なんで、やっぱりお塩が一番相性がいいですよね。一新寿司紅葉さんといえば、県外のお客さんも、多いわけじゃないですか、全国からこう評価されてるお店で、この新型コロナウイルス、コロナ禍の影響っていうのはすごく大きかったんじゃないですか。そうですね、もう電話に出るのが嫌なぐらいキャンセルが止まらなかったので、丸々1ヶ月はお休みをして地元に目を向けて、また皆さんが来ていただけるようなそういうメニューが何かできないかっていうところで、みんなでアイデアを出し合いながらこのメニューが完成したので。コースのトリを務めるのはやっぱり握り、みんな大好きマグロ。今日中トロの方ちょっとご用意させてもらってます。いいですね、中トロ。すいません、いただきます。とろけますね。そして甘みがあって、これやっぱもう文句なしの。そうですね、旬っていうのにすごくこう料理長こだわって。そうですね、やっぱその時期しか食べれない食材っていうのを大切にしたいっていうのもありますし、やっぱりそれをプラスはやっぱお客さんにどんどん食べてもらいたいという。いやー、料理長そして寿司おにぎり大将のこだわりがこう、このコースに詰まっているということですよね。コロナ禍を、これから乗り越えてまた新たな一歩、ということだと思うんですけど、次こうどんなお店を目指していきたいというふうに。そうですね、宮崎の寿司屋としてこれから日本中のお客様ですね、楽しみに宮崎に来られるお客様で、かつまた僕らの仕事で、宮崎という場所が好きになってもらえるように、僕たちにチャレンジしていくだけかなっていうふうには考えておりますし、あとは日向のコースをきっかけにですね、また一新寿司に晴れの日であったりとか、家族のお祝いであったりとか、そういう形で来ていただけるようなそんな寿司屋としてこれからも宮崎にこう地に足つけてやっていきたいなっていうふうに考えてます。いや、もうこれからもぜひ美味しい料理でお客さんに感動を与えていただきたいと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございます。ごちそうさまでした。